はい、どうも、超僕くんゲームでございます。ということで、今回もね、ウィレ2018マイクラブの方ね、結構久々になりますが、やっていきたいと思います。オンライン戦でございます。ということで、調子を見るぜ。調子来い。うおー、来た来た来たよ。皆さん来ました。前線全員絶好調っつってね。はい。で、ラッシュフォードも絶好調。まあ、今週 A だからね。いや、ただこれやべえよ。ムバッペ、バガンピュ、メッシ、イスコのこのコンビ。いやでも、ワンチャンラッシュフォードもありますね。相手のセンターバックが、ちょっと、チアゴ・シーバとボアティングで、前、結構しかもライン高いですね、シメオネの。すげえな、ってか、メンツ強い、相手。相手のメンツ強くないか、これ。アザール、メッシ、ロナウド、サンチェス、ビダル、カンテ、ボアティング、チアゴ・シーバ。アスピリクエタ、マルセロ、やばいな。で、デヘアか、キーパー。どうしましょう。サミケディラ、絶好調ですね。ただ、ワイナルドも調子いいし。いやー、これ迷うね、結構。まあ、イスコ絶好調はここでいいとして。まあ、そうですね。ラッシュフォード、バカンピュ迷うんだけど、後半ラッシュフォードで行くか？これ迷いますね、かなり。前半、あー、迷うなー。いや、でもラッシュフォード行きましょう、前半。いや、相手メンツすげえ、ビダルとカンテってちょっとやばいって、あれ。あれマジでやばいんだって。はい、お願いします。いや、待って待って待って。ビダルカンテはやばい。多分、ウィレ2018で、一番安定するボランチなんじゃない？正直言うと。やっぱり、18はやっぱ守備、AI が若干弱体化してるから、ある程度やっぱディフェンスセンス高い人たちの方が圧倒的有利。まあ、弱体化というか、まあ、あんまりね、言ってくれないんですけど、やっぱビダルカンテクラスになると、ほんと強いんで、いやー、あれはやばいな、ちょっと。俺思った以上に苦戦するかも。お願いします。まあ、ただね、ラッシュフォードが絶好調なんで、そこをうまく使いながらね、ここワンツーで来るはず。そう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 。そこをね、削りに行けれれば。来た。ここね、今、ボランチ外したんで、チャンスですね。さあ、メッシ。メッシ。メッシ。メッシからラッシュフォード。あー、ダメだ。守備硬いな。ロナウドまずいっすね。ロナウドとメッシって怖すぎじゃない？ちょっと。あと、ここら辺散らしながらね、うまく。あー、惜しい。来たよ、これ。来るかも。これ来るかも。あー、硬いっすね。読んでる。読んでたけど、お、ナイス。来たよ。バレンシア。いやー。マドラスがね、安定してるんですね、結構。で、俺、個人的にワイナルダムね、結構強いと思うんですよ。散らそう、散らそう。散らし寿司、必殺。必殺チラシ寿司。イスコー！これが必殺。まあ、キーパー殺しのね、マニュアルループ。ゴール横マニュアルループっすね。まあ、あれね、結構質問でどうやってるんですかって来るんですけど、あれは L2、R2 丸で、ただね、結構調整が難しいんですよね。最初は、辺は。これナチュラあんま出ない方がいいな、個人的に。あぶねえ。いや、ちょっと早い。早い。あぶ、おい。イスコ頑張れ。やばいって。ロナウドまずい。オッケーオッケーオッケー。マニュアルループはほんと強い。いけ、ラッシュフォード。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 ドリブルでいこう。ラッシュフォードね、ほんと早いんだよね。これのメッシ。いやー、惜しい。いやでも4枚絶好調はマジで強いよ、ちょっと。前線4枚絶好調は楽しいね、ウィリやってて。さあ、ここは、伝家の宝刀ショートコーナー。さあ、アザール来いよ。ここで。いや、迷子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 、オッケー。トゥーサム使うか。トゥーサム使います。ショートコーナーコマンド。ショートコーナーコマンドって言うとかっこいいな、なんか。あー。やるね。しかし、こっちだよ、次は。
マヌラスをね、フラスルで止ませて、ここね。から、ラッシュ、フォーツ、フォーツ。バッペ。いやー、カンってこいつ一人でサッカーしとるやんけ。おいっしょってね、ありがとう。マニュアルループ。キーパー殺しマニュアルループ。あれは、あの、L、まあね、やり方もまた出そうと思うんですけど、ただあれでも L2、R2 丸で、なんて言えばいいのかな。力加減というかね、力加減というか、パワーゲージは大事なんですけど、メッシやばくね。パリサンジェルマンとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。2-0リードは精神的にも肉体的にもメッシがやばい絶好調やべえ、マジでマジでやべえ。あー、三角形か。三角形作られるとね、ああなっちゃうんですよね。落ち着いてね。メッシ A がね、今週強いっすね、ほんと。ここでボール持てるからね。そう。で、この中のドリブルが強いんだよね、異常に。で、ここでムバッペね。ムバッペ、出さない。ムバッペ強え。ムバッペ、メッシのこのコンビネーション。ムバッペはほんとパリ・サンジェルマンで活躍してる。いやー、なんでずれるこれ。いやー、今イスコに普通になぜかずれましたね。ただポゼッションもいい感じで点も取れてるし悪くない。いやー、ロナウドまだ勝てないんだよな。ロナウドね、ほんと強い今作ヘッド。ただお相手ね、やっぱ中盤がね熱いんで、そこを注意ですね。結構さあ行こう。キエリーニはドリブルで抜けます。自分で行くスタイル。いやー、自分でマニュアルループでもよかったけど、まずいね、これ。OK、なちょってる、なちょってる。なちょの力。なちょの力。そしてメッシ。あー、ちょっと無理だったか。ワイナルドアーム。ワイナルドアーム。ジョージュニオ・ワイナルドアーム。ワイナルってですね。マルセロ。いやー、メッシいけたな、今。イスコ。イスコ最高。ラッシュフォード空いてる。ラッシュフォード。イスコ。いやー、ラッシュフォード。くそ。いやー、いいね、いいよ。いい感じじゃない、でも前半。ちょっとゲームプラン行って、いやでもいいか、このままで行きましょうか。安定してますね。いや、ブッフォンがね、あの今週 D なんだけど、普通で行けてるのがでかいわ。いや、でもキーパー横のマニュアルループはマジ強いっす、あれ。あれはほんと強い。相手止まってるよ。あ、止まってないか。いやー、伸びた。ビダルのね、ほんと怖いんだよね。ビダルがマジで怖い。いやー、とにかく。ワイナルダムね。ナイス。ワイナルダム強いな、結構。ムバッペね。ムバッペ。ムバッペ。おい、ラッシュフォード。ラッシュフォードメッシから、ここでキックフェイント入れて、こっちに抜く。いやー、本作ドリブル面白いね、やっぱ。そっちか。マーティッチ。あー、ここのね、たまにニアコンが反応しなくなっちゃうんだよね。そこだけ注意。左サイド上がります。うわ、硬い。
浦和としては守備の裏のスペースを相手に行かない方がいいなこれ。最優先みたいですよね。先ほどからまずい。カンテ早い。あまり近づきすぎないような。アザール。あーオッケーオッケー。え？危ね。オッケー。ナイス。イスコのセカンドボール。メッシ、右サイド上がっていく。ビダルやっぱりビダルと一対一仕掛けない方がいいな。あんま逃げた方がいいか。ビダルはビダルは逃げた方がいいかも。組み立てながら攻め上がっていく。さあメッシ、バレンシア、うめえバレンシア、うめえバレンシア、なんかアホみたいに分かってるな。バレンシアってあんなうまかったっけ。さあ1対1だ。ロナウドとマヌラス。マヌラス強いからな今作。クロスかな。お、OK。オッケー、さあカウンター行きましょう。メッシが空いてますね。ガラ空きです。メッシガラ空き。あー伸びた。下画面でねマップ確認できたんだけどね。今落ち着いて取れるぞ。きたー、ムバッペ。うわー、通るのか。ムバッペ、ムバッペ強え。速いっすねやっぱ絶好調ムバッペ。あそこがムバッペもう2点決めてんのか。スライドスライドスライドしろスライド。あーもうこれずれてるずれてる。オッケー。今日2点目です。ナイス。さあメッシ来ました。ここはメッシの劇場か。メッシ劇場か。メッシ劇場じゃないこれ。いやーっと、くそ、硬えなあそこ。でも俺個人的に今週はね結構戦いやすいですね。4枚絶好調はでかいですね結構。スタンスでいいと思いますけどね。いやなんか出ない。うまい。そっちか。いやオフサイないかこれ。うまいな。ナインゴランだったら勝てるぞワンチャン。勝てる。ナイス。いやブッフォン大丈夫かおい。やばい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 。クリア。オッケー。ラッシュを収めろ。無理か。おお。収めるー。ファール。あーないか。リフトでワンチャン避けてたんだけど。オッケー。まあ、相手のねシュートのとこだけ潰せば全然いけるんで。ムバッペ。ムバッペがマジでここ強いんですよね。早いんでしかも。ムバッペやばい。ここでイスコとのコンビを見せたい。残り時間戦い方としてはどのような手段でいけばいいんでしょうか。もう時間を稼ぐ形でいいと思いますけどね。メッシやばい。メッシやべえ。ラインゴラン。オッケーオッケー。下げさせれば全然いい。センターバック間のパスは全然いいから。3分を切っている状況。うん、いいよいいよ。ボランチ。オッケー、ここ取るっていう。そしてメッシ、メッシ、あーうまい。マルセロ読んでた。キックフェイント読まれてましたね。さあメッシ劇場が始まるか。いやーうまいな。守備うまいっすね。あそこのバレンシア、バイナルダム、ラッシュフォー、体を張って、体を張って、さあメッシ、ここはねちょっとね体入れながら。無理か、ちょっと狭かったか。いやでもこれ勝ったっしょ。 OK ということでね、やはり前線4枚絶好調はねバキモンですね。あとやっぱりマニュアルルーパー強いな。
1点目のこれがねやっぱねうまくいきましたね。ムバッペがここでね抜け出してキーパー上のね、これは反応カーソルが反応しなくなるんで、またねこれのやり方もちょっとドリブル講座の方でやっていけたらと思います。まあ、これドリブル講座というよりパス講座みたいになるのかな。ただねこれ超必殺マニュアルループ、まあ、一応やり方としては L2、R2、丸なんですけど、あのちょっとねキーパーのあの奥にやるとこの調整というかキックゲージがまあね本当練習すればできるんですけど、最初ね多分自分もちょっと難しかったんで、ただ慣れてくるとこのドリブルの距離感で、そのねもうデヘア相手でももうこれどんなキーパーでも能力高くても止められないんで、ここに関しては。はい、ということでね、今回はこの辺で動画終わって、また次回やっていきたいと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録してない方いたらぜひ、左上の僕くんの顔マークからよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、そちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。